はい、じゃあ始めていきます。よろしくお願いします。はいはいと、どれだ2年目の1月31日かな。まあ多分これが一番なんか新しいページ。これ臭いよな。うん、ピボンピボンピボンって言ったからこれなんだろうきっと。はい、じゃあやってきます。2年目の1月31日からですかね。ね、前じゃなくて次、なんだっけこれ、何のアルバイトしてるんだっけ私。何これ、この何、この パラシュートみたいなやつ、何これ、何このパラシュートみたいなやつ、わかんねえこのバイト。あ、花屋か。あ、パラシュートじゃなくて花か、これパラシュート開いてんなと思って、これなんだろうと思って、でここバレンタインで、でここクラブ練習日で、ここフリマ、宝石店行ったんだっけな、ハトバー行ってないような気がする。はいはいはい、で占い、まあ、勉強がバチクソいいんで芸術でも上げていきますかね。でも芸術ももうそんないらないよな、魅力が全然ないんだよね、はっきり言って。魅力がないって言ってて悲しくなるけど、正直魅力上げたいんだよな。まあとりあえずこの週は芸術でもいっか。ぶっ倒れて設楽先輩にお見舞いしてもらう、それって何、なんかメリットある、メリットあるならやるけど、そういう意識高い系男子なので、やっぱメリットのないことはなんかあまりしない系男子なんですけど、デートとか予定入れたっけ、入れてないよな多分。やっぱ1週間前のことってなんかあんま思い出せないな。なんかこう最後誰とデート行ったっけとか、お見舞いしてもらうのメリットでしょ。どうかね、それってメリット？そうなの？じゃあ別にぶっ倒れてもいいけど、ぶっ倒れてみる？そんなに、なんと私が。パラめっちゃ下がるから、みちさんはやらない方がいい。僕以外の人間はやった方がいいの。逆に。それはなんでやん。まあ、とりあえず、設楽先輩誘ってみるか。あの人金持ちの高い果物とか。でも正直お見舞いの時そういうさ高い果物とかさもらうよりも健康な時に欲しいよな。電話持った途端にかかってきたから。電話持った途端か、ああでもそういうことあるよな。メールしようと思った瞬間にメール来たりとか。いい、手間が省けた。いいから要件言えよ。なんだよ。ですね、今日が6日で、あ、ここ祝日なんだ。祝日って特にやることねえからな。なんか、誘いますか。ああ、確かにね、ロードとかすればイベントとかだけ見て、なんか、あ、お見舞いに来た、したら先輩見た、ハスハスみたいな感じで、できるかもしんないけど、僕の場合、ただただ、普通に、ステータス下がるだけだもんね。ハトバってなんだっけ。でももう 2月ってハトバないんだっけ、あるんだっけ。ハトバってどこだ、何ハトバって。臨海公園か。臨海公園臭いよな。てか他に行ってないとこあったっけ。なんかカラオケとか断られたんだっけな。カラオケなんか断られた臭くない。カラオケって誰とも行ってなくない、正直。なんでカラオケってそんな断るの。お見舞いじゃ正直無駄でしかない。その日じゃないとダメなのか。え、いや指定するってこととはそうなんだよな。まいったな。え、何断んのお前。また別の日に誘ってくれるか。悪いな。好感度高いとこういう断り方するんだ。はあ、でも断んのかよってそもそも随分な断り方しましたよね。なんかへえ断るんだ。なんかね、
気使ってくれてるやら、逆に丁寧な分ムカつくやら、複雑ですね正直。まあ、とりあえず魅力上げべ。バンビ、なんじゃい、帰ろう。うん、帰ろう。なんだこれ、何イベ。今年は誰。ああ、チョコか。誰って何が。バレンタイン。そっか、そういえば渡すかどうか考えてないや。バンビ、隠し事。え、そんなつもりじゃ。誰。あ、もう騙されないから。失敗。悪い顔してるわ。そうか、もうすぐバレンタインなんだ。そう、前回バレンタインぐらいまでやろうっていうなんか感じだったので全然いけなかったんだよね。なんじゃいなんじゃい。あ、まだ呼ばわりになってる。巨乳から。いや、もともと巨乳って言ってたっけこの人、私のこと。あんまなんか名前で呼ばれた記憶すらあんまないんだけど、マダム呼ばわりになってる。あ、設楽先輩どうしたんですか。お前、日曜日に大丈夫か。大丈夫なんじゃないっけ多分。は。なあ、もう鈍い。次の日曜日空いてるかって聞いてるんだ。空いてるんじゃないか。じゃあうちに来ないか。海外じゃ普通みたいな。あ、あったっけ。もう1週間前のことなんで、もうなんかすっかり溶けました。なんか脳から思い出が。日曜日は断った日じゃないんじゃないかな。祝日だよね、僕誘ったの。だギリセーフじゃない。正直ほら、僕今週ちょっと仕事の方がですね、立て込みすぎてて、ちょっと思い出が全部消えたから。部活そうだね、部活の日かな。あれどうだったっけ、まだ大丈夫だっけ。でも家だったら行くしかないんじゃないの。もう正直別にミュージシャン目指してるわけじゃないし。まあ、うん、待ち合わせはどうする。私のミュージシャンという夢はこの人がきっと叶えるよ、私の代わりに。今度日曜日に自宅前でどうですか。なあ、それでいい。それじゃあ忘れるなよ。正直だってあれ続けても氷室先生攻略できないじゃん。できるならやるけど、今から。今から推し変すんの、結構無茶だね。うん、あ、まだ部活じゃない、大丈夫大丈夫、セーフ、よかった、大丈夫だった。え、ミニスカ履いていくの。なんで抱かれに行くってこと。ミニスカなんか持ってたけど、でも私持ってないんじゃないの。買うじゃん今。ジャンルで言えばてか今のこれがでもパーフェクトあれになってるよな。だこれを崩したくないと思います。だまあデートの時は多分これをなんかちょっとちょちょっていじったようなものをやるんじゃないか。でどうしようかな、この日マジでやることねえんだよな。なんか適当なとこ出かけてみる。でもフリマまで金使いたくないしな。うん、男性はミニスカ好きな。悩む、悩ましいねそれは。好きか嫌いかって言われると悩む。ガチでやることがないこの日。どうしよう、なんかウガジン、花椿にもたまに会ってみるか。うわ、貴重な休日を あの女に潰された。みさ、胸の方が好きなの。失礼な、ちゃんとパンツも好きですよ、パンツも。いらっしゃいませ。アンチュラも見ますよ、胸の谷間だけじゃなくて。どうしようかな、まあ一応両方買っておきますか。ありがとうございました。ありがとうございました。これ何屋さんなの、もともとケーキ屋さん。ああ作る作る、チョコ作りは得意なんで。あ、来たみたい。
備？お待たせ。準備はオッケー？チョコの材料買ってきた。はいよ。頑張ってください。もうちょっとびっくりマークの数が必要やな。これ去年と一緒だよね。多分。できると思うよ。ベースのチョコはどれにする？ベースはね、去年どれにしたっけな。去年イチゴにしたんだっけな。あ、イチゴのハートのやつだ、去年は。お、これなんかおしゃれじゃん。あ、じゃあリーフ抹茶で。最初のトッピングを選んで。リーフ抹茶にね。数に限りがあるよ。リーフ抹茶にどうしよっかな。抹茶を抹茶ってなんかおしゃれじゃないか。抹茶に抹茶クリーム。せや。せい。まあ、こんなもんだろ。次は何のせよっか。全部抹茶でいいんじゃないか、もう。抹茶に抹茶チョコチップ。せい、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 せい。もうなんかよくわかんない。なんか乗せてんのか乗せてないのかわかんなくなってきてたんだ。トッピングラスト。で、抹茶ハートチップ。え、はみ出しちゃダメな。え、ちょっとそれ先言って。まあでも大丈夫。今の芸術点は高いと思う。仕上げよっか。あ、最後抹茶がね。ここ大事だよ。このチョコを受け取る人の好みをイメージして。ああ、なるほど。じゃあなんか音楽的なやつがいいよな。あんま音楽的なやつないな。じゃあキューピッドプレートで。せい。おお、おしゃれ。ほらいいじゃん。大成功らしいよ。クールになっちゃったけど。大成功らしいよ、これ。ね。まあ、確かに美味しそうだもんね。じゃあ、これでいきます。クールだよね。いや、わかるわかる。シンプルでかっこいいじゃん。いやね。私のね、このチョコ作りを見て、そんな人にきっと喜ばれる。女子たちはね、学びたまえって話ですよ。男が本当に欲しいチョコはこういうチョコなんだぞっていう。やっぱ味、見た目、すべてを兼ね備えたパーフェクトチョコレート、それを作ってしまいました。そういうね、なんか世間のチャラついたチョコとは違うんだぞっていう。クールってな、誰なんだろうね。あー、ダメだ。モード系キープすんのメガネしかないのか。まあアクセサリーなしでこれでいくっていうのが多分一番無難なんだろうけど。んだよな。アクセサリーなんかつけれないよな、きっと。メガネかけたり外したりするだけの人生になってしまったかもしれない。なったな。今年のバレンタインこれと同じでしょ。作れるかな、これ。これ結構大変だぜ。だってまずは、抹茶のあの葉っぱのやつをさ、どこで用意すんのっていうレベルだぜ、あれ。あんな見たことないぜ。抹茶を抹茶の抹茶の虫の卵系ってなんやねん。なんで時間通りに来ないんだよ。全くその通りだと思うけど。ごめんなさい。情けない顔するな。謝るより笑ってろ。それで帳消しにしてやる。今日この人の家なわけだよね。別にだから多少遅れてもよくない？この人別にそんなに。なんだよ、外で待たされるって感じでもないし。へい。少し落ち着け。その服。おい、なんじゃい。まあ似合ってないことはない。あの、いいとか悪いとか。いいよ、いいに決まってるだろう。いいに決まってるよな。分かってることをわざわざ聞くな。なんかいつもと勝手が違うな。まあ上がれ。うん、上がりますとも。どうした？タメタッチ。そっか、タメタッチいけんのか。鼻にタメタッチするか。は？何のつもりだ。ほら入れよ。ほう、いい家だね。ああ、むずい。男の人らしい部屋ではないし、個性的な部屋でもないから一番上じゃないですかね、これ消去法で。まあ掃除はハウスキーパーがやってくれてるしな。はい、お世辞はいいから
適当に座ってろ。ハウスキーパーとかいるの、この人に。いい感じか。いい感じなんだ。なんだよ。じゃあこの乳首ボタンにタッチ。まとわりつくな。その困るだろう。もうこんな時間か。何してたの今まで。また次も付き合え。私らこの家で何をしてたの。そこはちょっといまいち。どうした。なんか描かれてないんですけど。まだ話すのか。別にいいけど。なんかやらしいことしたんですか。ここまで来たら遅らせろ。途中で放り出すのもあれだ。てか君はなんで家の中のにそのコートを脱がないの。どうした。もう少し離れて歩け。少しな。家の中で歩く男女。健全なおしゃべり。なんだよ。てかこのゲームさ、触る機会多くない？なんか俺はなんで話したくないんだ。なんで話したくないんだ。散歩にちょうどよかった。じゃあな。散歩では、まあ、まあ何をしたんですかねっていう。まあこのことはね、健全な、ん？なんか恋愛小説キャンペーンやってるらしい。羽ばたきブックストアって何？どこ？そんなものあるの？世の中に。まあ魅力アップ。なんか NG コメントになってるコメントありますね。バンビ、どう？バレンタインの準備は OK？ あ、そうだそうだ、忘れてた。うんうん、バンビの手作りチョコをもらえる男子は超幸せ者。まあな、あの葉っぱのや頑張ってね。葉っぱのやつ。今年のテーマは葉っぱ。葉っぱちゃん。ギリチョコはね、誰でもいいっちゃ誰でもいいんだよな、ギリチョコは。マジでニーナ君にでもあげるか。なんか喜びそうじゃん。わざわざあげてなんかこう喜ばれないのも嫌じゃん。はい、これバレンタインのチョコ。ありがとう。今日はあと何個もらえっかな。まあもらうんだろうな。うん、高級チョコは、ルカ君。トゥン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 。まーちゃん、あれなんでだろう。今日は一段と可愛い。まあどの女の子にもこういうこと言ってるんでしょうな、こういう売れっ子ホストは。お、うまそう。なんか悪いね、友達の分際で。いや、抹茶嫌いなやつなんていないでしょ。抹茶嫌いなやつなんていない。抹茶系のお菓子にハズレはないね。抹茶味のタケノコの里とか死ぬほどうまかった。したら先輩、なんだよ、そんな大声で呼ばなくても聞こえてる。うん、嫌いな人いないでしょ。睡眠削って作ったろ、クマできてる。あ、バレました。睡眠削ってね、抹茶のあれをブリブリブリかけたんです。無理するなよ。喜んでいいのか心配していいのかわからないだろ。大事に食べる。ありがとう。よかったよかった、抹茶好きでよかった。あ、設楽先輩だ。なんかいきなりなんか設楽先輩のあれが多いね。なんかイベントが。ね、貯金箱は絶対違う。え、小人カバ好きなの？日本じゃないわ、世界三大珍獣だか四大珍獣だかの小人カバ。え、小人カバか。キームンティーが何か分からん。やばい、キームンティーが何か分かんねえ。え、カバが好きなんて聞いたことないぞ、マジで。キームンティーが何か分かんないけど、キームンティーにしてみるか。柔らかしたら。まあそうだね、最初の、なんかケンケンした感じじゃなかったよ。お茶なの？キームンティー。
なんだよ、わざわざ。はい、これ。覚えてたか。どうだい。何にやけてるんだ。どうだい。そんなことないです。いや、にやけてる。むしろしてやったりみたいな顔してる。そんなことないですって。いいから開けてみてください。開けなければ喜んでもらえるかもしれない。ありがとう。あれ、あんまりだった。あんまりだったな。開けなければさ、こう何が入ってるか分かんないわけだからさ、ね、普通に喜んで帰ってくれるんじゃないの。シュレティンガーの猫みたいな感じで。小人カバだったのかな。じゃあ動物園行ってみる。動物園に小人カバいないと思うけど。なかなかいるもんじゃないから。なんだ。今日はちょっと無理。じゃあな。まああんま絡みがないもんね。しゃあね。カバ好きだったのが、ここ部活の日だよね。ここ部活で来週フリマっていう、まあそういったあれになってるので。部活あれか、芸術上がるけど魅力は上がんないんだよな。その辺があんま美味しくないところではあるけど。正直何のイベントもないしな。氷室先生って本当に何のイベントもないの。なんか。あ、ストレス。ああ、まあまあまあ。まあまあ、なんとかなるべ。来週休憩のターンとかになるかな。ねえ、ルカ君。このお花、なんだっけ？デンファレ。デンファレだって。そっか、デンファレね。そんなんじゃダメだ。お客さんから見たらみんなプロなんだ。ごめんなさい。もっと勉強しなきゃ。たまに学内イベントで出る程度なんだ。まあ。はい。明日の先輩どうしたんですか。お前日曜日大丈夫か。フリマなんだけどな。ちょっとフリマなんだけど。フリマとしたらってどっちが優先した方がいいの。なあ、もう鈍い。次の日曜日空いてるかって聞いてるんだ。ちょっと待って。フリマとしたらどうする。これフリマでいい。ちょっとすげえ誘ってくるんだけど、なんかこうすごいんだけど、こいつの性欲が。あ、フリマで大丈夫。じゃあその日はちょっとにしよう。ちょっとなんだよ。ちょっとフリマが、ちょっとフリマがあるので。いや、今のは俺が悪い。じゃあな。まあお互いな。お相手だからこれ。学力ないな。今どこだっけ。公園通りのここやな。いらっしゃいませ。ゆっくり見てってください。おお、売ってるね、いろいろ。まずこの部屋着みたいなやつ、なんか佐川急便の色違いみたいなやつ。これなんか前も売ってた気がするな。これとかなんか、これ基本の服とかじゃないよね。なんか標準服じゃん、こんな。これとかも、これはもう出してるね。これがなかなかエッチ味が強いけど、多分好きな属性じゃないよな。これは勘違い大学生とか着てそうな服ですけどね。このスギちゃんのやつは多分なんかワイルド系だろ。なんか、これとかもランニングするときのやつやんけ。あ、セクシー好きに調教もできる。これ良くないか。バカみたいで。キャリーパミュパミュとかに影響されたなんか、そういうバカな女とか着てそうな。これはシンプルにダサいな。なんかアイスクリーム重ねたみたいな。これシンプルにオシャレ。これなんか男の服みたいだけどね。フリルミニスカートがいいの。まあ、とりあえずこのアクセサリーは買うわ。メガネ、メガネとこのメガ進化の時に使うやつ。なんかすごいのいっぱい売ってるな。これとかもアナと雪の女王じゃん。
リルミネスカードじゃ買っとくか、安いし。あとどうしますかね。なんかだんだん暖かくなってくるわけだから、こういう露出の多いやつもちょっと買っとくか。そういう裸の私もドレスいらない。なドレスすごい、このスギちゃんも買っとくか。一応忘年会とかで使うかもしれないじゃん。忘年会でなんかやってくださいよって言われて、高校生に忘年会があるのか分かんないけど、逆にこの勘違い大学生みたいなやつも一個買っといて、あとはどうしますかね。あ、このバカも買っとこう。このダセいやつはないらないような気がするけどな。もうちょっとなんかアクセサリーたくさんあったらな、良きだったんだけど。この男みたいな服も買うか。まあいい買い物したんじゃないか。あ、見せてなきゃ。毎回この店を出るボタン忘れるんだよね。どうもありがとう。また来てね。はい。またバンビ出んのかな。ダメじゃないバンビ。バンビダメダメ。さい。まあ張り込み中の刑事みたいな格好しやがって。せっかくのバンビがもったいないって。そう。おしゃれは女の子の義務。サボっちゃダメ。すぐに五郎先生のコラムをチェック。チェック。でもね、やっぱ女の子は多少ねバカみたいな服を着る日があってもいいと思うんですよね。ちょっとなんか油断してるぐらいが可愛いみたいな場合もあると思うし、休むかしゃあね。本当は休日まで休むの我慢したかったけど、死ぬ恐れ、いやまだ大丈夫かな。でもまだいける気もするんだよな。1週間ぐらい持つでしょう多分。だここちょっと魅力を上げるターンにしたい。恋愛がバチクソいいから。なんじゃ、あ卒業しちゃう、どうしよう。下先輩が卒業しちゃう、どうしようどうしよう。え、もう終わり、やべやべ、どうしよう。あと1年間あると思って油断してた。え、これでなんか終わりとかないよね。だとしたらまだちょっとステータスが足りないんですけど。いい卒業式だったな。感動しちゃった。まあ。まあ。まあ、20代前半まではね、バカファッションありだった。30代とかなってくると、なんかあのおばさん、ちょっと年考えろっていう厳しい意見が出てくる可能性もある。こっちに来ちゃっていいんですか？みんな校門の方に集まってますけど。別にいい。永遠の別れってわけじゃないし。悲しいこと言うね。フラグみたいなこと言うね。そりゃそうですけど。何なんだろうな。普段ろくに話もしなかった奴らが急に慣れ慣れしく声かけてきて。あるあるある。なんかこう卒業しても友達でいようぜとか言ってくるけど、いやそもそも在学中友達じゃねえよみたいな、お前とみたいな。数回話したことある程度だよみたいな。みんな言うことが同じだし、ピアノを聴いてたとか、もう聴けないとか、うん、他にないのかってくらい。ピアノキャラになってたんだろうな。まあ悪い気はしないけどな。設楽先輩。ねえ設楽君、写真一緒に撮っていい？うん。あ、私も。じゃあ、ね、みんなで撮ろうよ。これちょっと浮気現場ですけども、みんな集まってきちゃいましたね。卒業アルバムがあるのに、なんでわざわざ写真なんか。ま、最後だからな。今日くらいはクラスの奴らに付き合うか。うん。卒業しちゃったな。卒業しちゃったら、やっぱ会えなくなるの？まあ。まあ。あ、設楽先輩。おっと。なんか雰囲気違うな。うわ、制服のボタンが。大学でマダム以外の女が、まあ、できる可能性は全然あるね。女子が欲しがるから。窃盗ですよね。なるほど。ボタンなんて集めてどうするんだろうな。7個集めると願いが叶うから。よし、股間タッチ。予備にでもするのか。第2ボタンが欲しかったんじゃないですか。全部取られてるけど。ん？なんだそれ。知らんのか。卒業するとき特別な人にあげるボタンだって。へえ。
やっぱりそういう意味があったのか。お、もう一回股間タッチ。道理で妙に情熱的にアプローチしてくると思った。あ、モテるアピールだ。じゃあ隠しといて正解だったな。あら、え、それお前にやる。股間に隠してた第二ボタン、ボタン上げちゃったんじゃ。くれって、うるさいから取られたふりして隠してた。なんて狡猾な。あ、3つとも全部なの。全部なんすか。全部はいらないんですけど、正直荷物になるし。どれが第二なんだかわからないんだよ。あ、急いで全部むしったらわかんなくなっちゃったパターンのやつだ。いいから早く隠しとけ。はい、ありがとうございます。ああ、じゃあな、そのうちまた連絡する。はい。これが後に証拠物件となり、設楽先輩の無罪を証明するのであった。それはまだ先のお話。さてさて、まあ、魅力も割と上がってきたっちゃ上がってきたけどな。あ、花見か。はいはい、花見ね。なんですぐ事件にした。やっぱこういう、何、これ日常系のゲームだとたまにはサスペンスも入れたくなるよねっていう。なんかだ、そういう意味ではなんかこう爆弾とかついてもいいのよ、私的には。私爆弾処理にはちょっと1言も2言もあるので。ブレザーの代だと学ランと位置変わるから心に一番近いとも言えなく、まあそっか、なんかあれだもんね、なんか心臓に近いからあなたのハートをもらうみたいな、なんかそんな迷信だよね。ちょっと僕もこの辺のロマンチックな迷信ってうろ覚えですけど。しゃって、まあどうせテストはできねえんだろうな。アパー。はい、はい。僕はね、男子校なんだよね。僕は男子校だから第二ボタンなんてあげないんだよね。テストの結果張り出されてみたい。見に行ってみようと。ふう、踏みぐいや、でも選択と芸術すごいからね。うん、なので許してほしい。なんとか。わ、普通だ。誰やねん、お前か。なんかこういじりづらいな。まあでも赤点2個あるって結構ですよね。どうせならさ、もっと転落してみるとかどう。したら卒業できなくなるね。進路ね、芸術だけ良くてもやっぱり芸術大学っていけないのかね。なんか実際やっぱ芸術大学ってやっぱ普通に勉強もできないから入れないの。レッドレーサー7000、それ絵が超うまいから入れますみたいなノリではないの。花見と花見ぐらいしかないか、大学のレベルは。やっぱそっか、そうだよな。言うて芸大でも偏差値高いとか高いしな。まあ花見でも行くか。まあ美大にもな、そりゃあるわな。どうしよう、たまにはルカ君でも行くかね。設楽先輩はなんかもう勝手に誘ってくるしな。勝手に誘ってくるし勝手に触ってくるから。違う男と花見でもいい子と。平気、ぼーっとしてただけだから。あ、来週もう部活なのか。早いな、時が流れんのは。冷蔵庫け、花見ここだ。いいよ、中までだったら代役やってやる。中
一応冗談のつもり。俺もワクワクしながら待っちゃおっと。そん。しゃってしゃって。行楽がいいな。友人と遊んでみるかね。でもこの間花椿と遊んでなんかいろいろ無駄にされたんだよ。はい。ホワイトデー。バミ。すごいね。それみんなお返し。そう。まだ半分も配っていない。ミオのおかげで助かってるよ。一人じゃ持ちきれなくてさ、後でお礼するから。金かかるやろな。うん、確かに卒業したら先輩からもらえなくね。どうすんだ。バンビはもらう方だからいい。きっと星の導きがある。くれんのかな。くれなかったらどうしよう。マーさん。マーさん。あ、ニーナ君何？先月はチョコあんがと。これお返し。ありがとう。いえいえ。あとは、あ、全員終わったチック。じゃね。それはまあギリチョコあげて本命もらおうとしてる私がおかしいんだけど。まーちゃん、じゃーん。じゃーん。ホワイトデーに親友以上恋人未満の危険な男からお返しです。この人しつこいよね。秘密。オーケー。正直なんかしつこくない、なんかこいつのなんかそのアピール。俺はあくまで友達ですみたいなのがしつこすぎてすごいなんか未練がましいんだけど。古い賛美歌手。へえ。ホワイトデーにあげるもんなんかな。古い賛美歌集って。まあ。そしたら先輩。これ先月もらったから。私服だね。わ、ありがとうございます。あまり期待するなよ。店員に聞いたらそういうの好きなやつが多いって。とにかく返したからな。じゃあな。はい。渡したら帰っちゃうのか。こっからデートとか。まあ、しょっちゅうデートしてる。青いコンパクトミラー。お姉ちゃん。お姉ちゃん。ついに弟になったぞ。ちょ、突然何？あれ、本人は知らないのか。みんなのお姉ちゃんって呼ばれてるみたいだから。はあ、いい意味だといいけどね。なんかみんなより老けてるからそう呼ばれてるみたいな。ディスりじゃなきゃいいよね。最近魅力が爆発してる。あれ、今帰り？おや。ああ。何も用事ないんだったら途中までどう？せっかくだし。なんか誘われましたね。おー、じゃあ茶でもしばく。いい提案いただきました。んじゃ早速ゴー。パラもう大丈夫だ。あとの1年間で何すんの。正直正直あとの1年間でもう作業芸。ところでニーナ君、何？趣味。ニーナ君でなんか趣味持ってる。この聞き方もなんかあれですけど。釣り。お、意外な。え？ああ、昔の話。ガキの頃親父に無理やり連れられて、うん、これは趣味釣りじゃないな。ナンパのことをなんか自分なりの隠語で釣りって言ってるタイプだ。釣りなんて地味だし、おっちゃんとかじいちゃんしかいねえし。うん、じゃあ今は？今？ナンパだべ。ああ、今は、ああ、服屋、ショップ行くわ。そういや俺ショップ。俺の趣味はショップ巡り。あ、それでショップだってよ。ニーナ君は正直女遊び相当だべ。